惜敗で連覇遠のく阪神。ファンのメガホン投げに SNS 起こり爆発。阪神は巨人に 0-1 で敗れ、ゲーム差が2に広がり、巨人の優勝マジックは4となりました。試合後、甲子園でメガホンが投げ込まれ、SNS で批判の声が上がりました。阪神の岡田監督は囲み取材を拒否しました。みんなの反応。今日の試合は負けちゃったけど、こんなにドキドキするシーズンは他にないよね。アレンパは厳しいけど、阪神は残り試合で勝つように応援し続けるよ。選手や相手球団にも敬意を持って応援したいね。その通りだね。甲子園球場にメガホンを投げ込むなんて許せない行為だよ。負けて悔しいのはみんな同じだけど、まだ試合は終わってないから応援しよう。昨季はリーグ優勝と日本一を達成してくれて本当に幸せだったよ。30年以上阪神ファンだけど、小学生の頃は負けると物を投げる人が多かった印象。子供心に自分に欲しいなとか大人ってすごいなって思ってた。今は子供たちも一緒に応援してるから、言動に責任持って全力で阪神を応援したいね。タイガースファンとして今日の負けは悔しかったけど、浅野選手のナイスプレーには拍手しちゃった。相手チームの素晴らしいプレーも楽しみの一つだから、物を投げるのはダメだよ。巨人ファンも怖がっちゃうよ。去年あんなに強かったのに、なんでこんなことするんだろう。他のファンも羨ましがってたのに。選手やスタッフが気の毒だよ。関西人がみんなこうだと思われちゃう。今日の試合見てきたよ。チャンスを逃してストレスたまる場面もあったけど、春と人選手が7回まで巨人の選手を三振に取る爽快なピッチングは感動した。守備も良かったし、あと1本が出なかっただけ。次は勝てるはず。選手たちは頑張ってるから、ファンとして最後まで信じて応援しよう。メガホン投げたら応援できないし、阪神ファンとして諦めずに一緒に応援しよう。巨人ファンです。昨日と今日の阪神巨人戦、最高の試合でしたね。甲子園で見られた人が羨ましいです。野球の醍醐味が詰まってました。打線は少し寂しかったけど、坂本のタイムリーや最終回の上田海選手の盗塁、両投手陣の投げ合いも素晴らしかったです。ジャイアンツファンです。昨日と今日の2連戦、プロ野球の試合がすごかったです。両チームの投手が気迫で投げて、守備のミスもほぼなし。得点がどうなるかは野球の神様しかわからないレベルの好勝負でした。結果は1勝1敗、2得点2失点ずつ。首位争いの伝統の一戦で、選手たちに拍手です。観戦できたお客さんは幸せだと思います。どちらのファンでもなく、野球ファンとしてこういう名勝負の醍醐味がわかるファンが増えるといいなと思います。今シーズンの阪神は得点力不足で苦戦しつつも投手陣が頑張って粘った。後半戦も広島や巨人に追い抜かれたが、最後まで期待を持たせてくれた。昨年の優勝と日本一を考えれば、今シーズン2位でも頑張ったと思う。CS で下克上を目指してほしい。メガホンを投げると他の観客やグラウンドの人に当たって怪我するかもしれないから、どんなに悔しくても投げちゃダメだよ。メガホンいらないなら欲しいからちょうだい。自分のは古くてガムテープで修理してるから、新しいの欲しいけど愛着あるから悩むんだよね。昨日、坂本にやられちゃったね。2試合とも投手戦で、両チームの投手陣は素晴らしかった。でも今季のタイガースは、最初と最後に頻打に戻っちゃった。ランナーを進めても決定打が出ないし、同じパターンで抑えられることが多すぎる。投手力はセリーグナンバー1だけど、打撃陣はもっと工夫が必要だね。残り試合も少なくて連覇は厳しいけど、野球は何が起こるかわからないから、最後まで奇跡を信じて全力で戦ってほしい。巨人の V 級時代、最後の優勝は甲子園で決まり、阪神が勝てば優勝だったけど巨人に大敗。怒った阪神ファンがグラウンドに乱入し、巨人ベンチを襲撃。選手とコーチが怪我をして、胴上げもできずに逃げるように甲子園を去った。また同じことが起きたらどうなるか心配。昔はチームが負けるとメガホンをグラウンドに投げて、次の日新しいのを買ってた。大相撲の座布団投げよりは安全だったけどね。メガホン投げるのはダメ。でも、球団のあと一人あと一球コールをやめるのもいいかも。得点が入るたびの六甲おろしも疲れるから、ラッキー7の攻撃前とかかった試合の後だけでいいんじゃないかな。お上品に応援する必要はないけど、敵味方両方にリスペクトのある応援をしてほしい。メガホン投げるなんて本物のファンじゃないよね。選手はファン以上に真剣に勝ちたいと思ってるんだから、リスペクトが必要だよ。一喜一憂して思い通りにならないとけなすのはやめてほしい。あのプレッシャーの中で自分や自分の子供が一生懸命プレーしてると考えたら、
拍手しか出てこないはず。そんなファンのために誰が頑張ろうと思うか。応援してるチームが優勝争いの直接対決で負けた時の悔しさはわかるよ。メガホンぶん投げたくなる気持ちも理解できる。でもそんな行動で大好きなチームが称賛されなくなるのは悲しいよね。だからお行儀よく応援しよう。今日試合観戦してたんだけど、試合後はショックで放心状態。でも一人のファンが一塁アルプスからメガホンを投げ入れたのはもっとショックだった。昨日今日の熱戦を繰り広げた両チームに対して無礼だと思ったよ。周りの阪神ファンもそれはあかんで、とか悔しいのは皆同じやねんって声を上げてたのが救いだった。阪神ファンはマナーが悪いって言われるけど、それは一部の心ないファンのせいで、大多数は悔しい気持ちを抑えて応援してる。シーズン最後まで楽しませてくれてるタイガースに感謝しつつ、最後まで奇跡を信じたいと思う。今日はスタジアムが満員で、歓声もすごかったね。テレビで見てたけど、昨日も今日も異様な雰囲気だった。負けて悔しいのはみんな同じで、特に今日は今シーズン一番悔しい。後5試合あるけど、選手たちは目標を失ってしまったかもね。昔、甲子園でファンがカンフーバットを投げて相手チームの守備を妨害したことがあって、昔からの阪神ファンはこんな負け方に慣れてる。こんなことするのは新参者だと言われて納得した記憶があります。今回も同じパターンな気がします。応援してるチームが負けると悔しいのはわかるけど、選手の職場にゴミを捨てて帰るのと同じだよ。ワールドカップで日本人サポーターがゴミを片付けて称賛されたのに、物を投げ込むのは誰も称賛しないよ。応援にもマナーが必要だよね。広島が首位だったけど自滅して、阪神が首位争いに加わった広島ファンの気持ちは察するよ。今年の阪神は昨年の疲れと新戦力不足で苦戦したけど、9月に勢いを取り戻した。期待はしたけど、ちょっと無理があったね。それでもタイガースはよく戦ってくれた。まだ優勝の可能性もあるし、CS もある。ここまで頑張ってくれたタイガースに感謝したい。応援は世界一と言われるけど、こんなことする人はファンじゃないし、球場に来なくていい。家でテレビ見て、メガホン投げてテレビ壊せばいい。相手があってのことだから、昨日はジャイアンツファンも悔しかったはず。シーズン終盤まで首位争いの試合をしてくれてることに感謝しよう。一部の人がメガホンを投げ込んだのが始まりで、他の人も同調してしまう。ヤジヤと一球コールも同じで、これが阪神ファンのイメージ。こういう行動は阪神球団や選手、ファンしか止められないと思う。甲子園の情熱大陸でスタッフさんがゴミ拾いしてる様子が映ってたけど、見た人はもっと球場をきれいにしようと思わないのかな。巨人との一騎打ちまで楽しませてくれたのに、今日負けたことだけで不満を感じたのかな。本当に恥ずかしい。こんな人は阪神ファンを名乗らないでほしい。選手やスタッフも悔しい思いをしてる。打てなくても守れなくても、ファンなら次を期待して声援を送ってほしい。連覇は難しいけど、日本シリーズのチャンスはまだあるから、タイガースファンは冷静になってほしい。渡辺選手には最後の高めのボール球を我慢してほしかった。メガホン投げは良くないけど、ファンの気持ちを理解してほしい。外国人戦略やセカンドショートの打撃不振、期待のドライチの成長停滞など反省して全勝してほしい。負けたショックはわかるけど、球場の係の人に迷惑だし、日本人のマナーが悪いと思われるからやめた方がいいよ。みんなの反応としては、阪神の敗北に対する悔しさとメガホン投げへの批判が多いです。少数意見としては、巨人ファンや中立の野球ファンからの試合の素晴らしさを称賛する声もあります。当チャンネルの意見として、阪神ファンの皆様の悔しい気持ちは理解できますが、メガホンを投げ込む行為は許されるべきではありません。選手や相手球団に敬意を持ち、最後まで応援し続けましょう。